ちょっとさ、うん、緊急事態どうした夏だからさ、やっぱ T シャツさ、やっぱ買い物欲しいなと思ってさ、うん、これほら新品、昨日渡したやん。そうだね、綺麗だね。封開けてない状態で、綺麗なやつ。俺も新品にしようと思って、うん、で封開けてなくてさ、朝封開けてさ、来たんや、うん、ちょっと見てほしいんだけどさ、綺麗な新品ですよ。うん、いいよ。スカートみたいになってんじゃん。発注ミスの XXXL なの。女の子が着てほしい系のやつになっちまって。そうね、彼氏の T シャツ借りましたみたいなね、泊まりに来てこれじゃないやつあるでしょ、貸してくれ。彼氏 T はちょっと着心地悪い。大丈夫だよ、ダブル明かりいきますよ。やだよ、かっせえや。やだよ、ちょ、これ返せよ。大丈夫、似合ってる似合ってる。いや、ちょっと返せって。グイブリン、中銀でーす。こんばんは。キング観光鈴鹿店に今月も無事に行けることになりまして、はい、頑張っております。前回の撮影からちょっと飽きましたけど、うん、最近いかがですか。やっぱね、ボートだよね。なんか仕事あって負けたんですか、また。あー、もうボロ負けよ。クズ王しか勝てんね、俺らは。それはね、分かった方がいい、そろそろ。そうね、まあ、キング観光鈴鹿店さんといえば、まあ、ガロだよね、やっぱり。まあね、台数も多いしね。26台ガロがあるんですよね。まあガロ行ってもいいやろうし、なんかあるんですか、気になる台とか打ちたい台とか。ユニコーン。まあユニコーンとガロみたいなのもありやけどね。ありだね。まあ、ただ一個懸念点としては、ユニコーンはいるタイムがないし。そうなのよ。それならね、朝一からね、ちょっとなって思っちゃうの。攻めがたいというか。そう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 。やっちゃう？ダブルガロ。いや、ありやなと思うよ。しかもさ、ジャンピング打法があったらさ、俺ら無敵じゃん。ここ完璧。いやあ、おい、25連36975。2人でジャンピングポンポンしていいんだよ。ホップステップジャンピングよ。ダブルジャンピング。天丸飛んでくよ。うん。というわけで、毎月恒例キング観光サウザンと鈴鹿店さんにやってまいりました。200 340。まあまあ悪くないよね。350当たってる。200、まあ、これいいんじゃない。400とかちょうどよくない。全然打てるね。まあぶっちゃけここらでもいいけどね。340とか260あれば。いや、俺が言いたいのはやっぱり両番ひらどきよ。どうする。まあ、多分そっといきそう。うん、両番行ったらさすがに。え、楽天両番にはどうするの、もし5番とか。いや、と思ったらどうしよう。7番。俺さ、そもそもクソ番前提話してるけどさ、こういう時に限っていい番号引いたりするでしょ。中銀さん、俺ガロ行ってほしいわ。恩返しもあるし。そう、まあ俺行くとしてもダブルで行きたいね、やっぱ。今までやったことがない。うん、やばい、ダブルガロとかしたら。確かに今までの価値全部ガロだもんな。ガロだ。2人で言ったらとんでもなく大事な気がするよね。やるか。目標は仮にガロ打つとして、打ったとして5000発。50万。50万。12万5000発。12万5000発。ちょっともうちょい抑えよう。10万発。5万発って言うかと思ったけど、10万発ね。10万発でもあるからな、これあるのがすごいよ。頑張ります。違和感すごいわ。頑張ります。キモ。ちキモいね。ダブルアップさすがに。キモすぎる。ありがとうございます。せーの。せっ。つえ。009来たやん。それ低いやね。そう、低い、引くのよ、やっぱり。久々引いたわ、一桁。どうしようかな。まあでも
や、泣き座も決めた方がいい。変にブレた方が良くない気がする。ガル打ちますおはようございます。おはようございます。やっぱちょっと異変やわ。すごい今絵面ですよ多分。なんかあのマジで売れないコントやってる芸人みたいになって見えてると思う僕は9番で入場しまして、はい、一応言ってたガロ、うん、行ったんですけど、下見で見てた U タイム、はい、580ハマりぐらいのやつでされてて。そうか、今日は違うんだね。そうなんよ。で隣の350ぐらいのやつがあったんで、ちょっと苦肉の策でちょっと抑えさせていただいて、はい、あ、私もガロ抑えました。知ってますよ僕が行った後にわらわらって来たんであ、僕抑えたのと300ちょいかな。いや、ダブルガロ、ついにダブルガロ来たね。っていう意味ではいいんじゃない、お二人とも同じコスチュームで。そういうことじゃあグシキン、はい、お願いします。今日僕は、はい、5万円です。僕も5万なんですけど、はい、千冊いっぱいで3万、あ、これ3万あるんで3万、まあ、だからまあ10万よ。そうか、55のね、55の夏ももう終わりかけて、はい、ちょっと悲しい気持ちになりますけれども、うん、出玉は熱くね、まだ。そうだね、わ、僕赤いの着てるんで、もう今日はネガティブなこと一切言わないですよ。もう全然怒ったりしない今日は。ジャスティンソウル、ジャスティンソウル受け継いじゃってるから。受け継いでる、 J の意思受け継いじゃってるからかっこよく言うな、なんだ J なんて言われたことないわ。中 J 金やから何中 J 金、今日中 J 金よU タイムね、前に当たったとしてもこらこら単発ダメでしょって2連単こら3連単やめちゃうぞオッケー、いいね、完璧ぐらいの感じで、はい、ちょっと今日はあの優しいね、あの J の意思を持ってやろうと思いますので、はい、いきましょう。よし、ジャスティンソウル長銀のクズだ、オーガーシダボーガロ。いいわ、うまいね、俺いいわ今日今日仕上がってるわ俺さあ行くか、ダブルガロ350回転ぐらいですね、僕の台も。1枚目ガロさん、よろしくお願いします。あー勝てる、とりあえず3万ちょいずつではいくと思うんで、そっからだよな勝負は。でもラストさえ取ればもうジャンピング打法があるんで俺には。あ、そこまでだよね、いくら投資かかるか。あー楽しみ、ダブルガロ、ダブルガロあっちやべー。で僕はね、まさにスイッチオンマンさんに今回恩返ししようと思ってるんで、やっぱガロ打たんでどうするって話ですよ。まだ朝から言ってますが、もう僕はガロを前にしたらもうね、ネガティブなことは言わないので、もうポジティブな、ポジティブなことしか言わんぞ。暴言吐きますね今日は、ガロの前では多分。はあ、行っちゃえよ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 、おい。ああ、気持ちいい、びっくりした。これは当たってほしい、Gプッシュも絡んでるし。うわ、大丈夫これ。これやったかも。ああ、行かないね、やばい。やったでしょ。でもいいです、はい、ガロホリー出てくれただけでありがとうございます。やったわ、復活復活復活、刺したぞ今、よしやったぜ、復活やったぞ、はい、いやーやだ怖い、震えてない、あやってしまった、復活だったのに。投資1万1000円、こうなった時どうするかよね。これはもうきついよ、どひゃー、初めて復活したのにな。あー、この入らなかった時の放心状態感がやばい。あ、ロングバイブありますね、ロングバイブ
先読み紫かなくはないけど、マジこれはある。さあさあ来た、やっと来た。ガロー剣ぶっ刺さりの、おいしょーい、いいタイミング、頑張れ、マジで頑張れ。いや3つあるからね、先読みあったしボタンロングあったし剣あったし、あいいよ白だけどね。いや、あるね。熱い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 。頑張れ。あ、魔天使。魔天使剣。ここまではもう満点。超強い。ふん。あー、いや、まあまあ、だいぶ足りてる足りてる。全然足りてる。青はダメ。あ、当たってほしいな。惜しきれ、前半強かったからあれで惜しきれ。はい、おい、ナイス、当たった。いや、これはまだ入り口やから、この後やから。あざーす、頼むぞお前、そこやぞ。ジャンピングやらせてくれ。止まれ止まれ、もう止まれ。はい、よっしゃー、やばー。ちょっとさ、あの、俺1万1000円で当たって入らすだったからやめます。 OK、はい、頑張ってください。待って、さあガローさん、僕にジャンピングをやらせるとどうなるかって教えられますよ。やば、あの子はガロの申し子やな。縛り湧いてんな。さあ、来た、飛ぶ準備が来た。もちろんそうです。やってるね、やってるね。うまいね、いい感じ。ジャンピングの加減は、あー、飛びたかったるね。あー、本当に、うん、絶好調です。縛り音かな。いい、いいよ。 OK、ね、魔界ゲーたまってるんで魔界ゲーで行く。今日はしますよ。おあんま、ちょっと待って、いや、だいぶだいぶだって1の数字の2つあったもんね、ゲートね。おいおい待ってよ、中攻撃なんだ。そこは剣でこう弱じゃないとダメだよ。あ、ちょっとこれやったかも。中攻撃はまずい。まだそうだよ。いやいや、そんなわけないよね、ガロさん。お前ふざけんなよ、てめえ、お前。おさおさおさ、こらこら、うわー、マジこれやったわ。え、これでダメな。嘘だよ、嘘だよ。今回のお土産はこちらでございます。復活だよね。よっしゃー、オッケー。いや、ビビってです、ビビってです。さすがにこれは食えないとやばい。えぐいわ、本当に。ガロはマジでえぐい。峠越えました。いや、マジで今のはジャンピングダウンしてなかったら終わってた。勝てなかったから、今のは。あー、いいジャンプしてるね、今日もガロさん。あー、なんか今の、ちょっと今の微妙でしたね。大丈夫やと思いたいけど、オッケーオッケー、2個、2割以上。あ、よかった、オッケー、あざーす。ジャンピング打法すると負けるしないね。でもね、一発目がやっぱ鬼門だったから、あれ超えたのはでかい。入った、いいタイミング、はい、オッケーで、ね、言ったでしょ、いいタイミングなんだ今の。はい、これで僕の収支自体はもうプラス、うまい、また
そっち今日多いね。当たってもいいんじゃない。震えてる。マジでクズオンのガロ無敗説ありますね。まだ1回も上げてない。おい、よーし、セーフ、飛ぶんだガロ、オッケーおー、出た。はい、マンゴ。マジ、あ、オッケー、やっとやね、さすがにね。おい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 、マジカラさん本気で言ってんの。おい、お前本当にいい加減しろよ。絶対出せよ。やばい、遅い、硬いガロー。マジこんだけ。マジか。腰は、うわ、マジ出ない。嘘だよ、キバメやめてくれ。まあまあ、でも14年2万220発。いや、出る。ピーンってなる。おい、これ終わるんか、1で。いや、まあ2万発でしたね。十分でしょ。一回ちょっと、中銀さんに伝えていきましょう。ああ、頑張ってスロット打ってますね、中銀さん。あ、中銀さん、ちょっとタバコでもす？いいね、いいね。全然足りない。結構出たな、これ。いや、マジで出てない。口元ギュッギュッ。はい、言ってくれよ。え、おいくら出た、何枚出たの、何発出たの。14連の2万200発で、たまに入ってるのがカードに1万8600発ぐらいかな。まあまあ、あんま足んないね。またゴールインしたよ。やめたらいいよ、その騙しみたいな。いや、もう無理よ。8万発って言ってたから。いや、でも無理やもん。口がもう無理やったわ。1万8000発ある。投資は2万ぐらい。1万6500円。俺が今1万5000円なんや。ドプラス、ドプラス、ドプラスです。もうさすがにこれ負けはないっす。ありがとうございます。これ無敗です。どうする、打った、打ちないガロ。ガロあいつワンナイトなんよ。あ、そうなん。勝ちはキープしたいから。そうね、蓄えがあるからね。そうだって、これで世界記録タイなんよ。あ、そっか。まあこれで、あ、ね、満足するような俺たちじゃないから、うん、まあ、まだ上は目指したいけど、まあ、負けは嫌だねって話だね。そうそうそう。マジか、まだ、ありがてえ。助かったね。やっぱガロー正解だったね。確かった、大正解だ。ちょっと楽しみ。あ、新しいクレアル1の7。ちょっと打ってみるか。95分の1。ビッグは引けてないですけど、レギュラーめっちゃ連チャンしてる台。縛りはないわ。あ、そう、ギア数どうかな。空いてるしね、掘ってみる。任せるよ、そこは。クズオンって書いてる。おお、すごいな。やっぱパワーがあるからね。ギア数いくか、じゃあちょっとだけ。全然いいよ、はい、どうですか、結果は。結果？ギアス？うん、クソ。おい、やめろ。やめろっつったよ、それ。クソじゃないんだけど、むずい。投資2万5000円で、あと400枚。あー、でも。うん、あるだけマシよ、全然。ATM 1回入ったし。じゃあ、僕が今、クリア7000円打ったんだけど、ずーっともいもいしたのに飲まれたのよ。で、回復率も良くないから、やめるかと。で、まあ、台探し中なところです。投資が全部で2万3500円かな。2万5000円、5万として、まあ、400万あるとしたら、でまあ、プラスの余裕。全然余裕で売るやん。ガロ、あれだった、俺だからやったな。ガロなかったらやばかったけど。やばいな。400のゾーンをさ、一回も超えてないのよ。これ打っていい？全然いいと思う。現金どうする？ああ、いいよ。まさかの窓かとギアセ。死んだよ、とくない？トレンド。そう、抑えとくないと。頑張ってください、じゃあ。お願いします、はい。AT やらしてくれよ。頼むから。はい。砂漠。
言ったけどさ、なにこれ、これ熱くね、揃ったぜ、行くんだよ、イエーそういうこと、耐えた、2回目の AT 耐えました、総投手2万7000苦節ボーナス5スルー、やっと入りました、ボーナスいそうじゃない、これいるね、よっしゃー、楽しい、いいよレギュラーでも、はいはい、スイカカラー、うおキリン柄でした、天の際、よい、ハイパービッグじゃないか、これは出るぞ、はい、トータル399枚からのラストゲーム、さあそして作成開始、これはまあまあ大丈夫です、大丈夫だよね、天井であった以上、 OK 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 OK、 すごい大丈夫っしょ、オッケー、継続 Go to next stage、 え？何これ、あ、これ絶対いいやつでしょ、ねえこれいいやろ、ちょっとやるわ、ちょっと見守ってるわってことはあんまり、あんまり良くないみたいな、あ、ちゃうよ、何言ってる280枚出たら天井行ってはい、だからラウンド形式だから、続けば続くほどいいってやつね、めっちゃ引いてるけどだよね、で勝ったら、勝って、ああでピースゲットってことね、はい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 、あ、これこんなんいいやろ、こんなんいいよな、だよね、うわー、はい、こんなもんだよ、やっとギアスを面白くなったわ、やるな、で窓巻きはもうダメ、天井、え、あの予想台が天井いって、ほぼほぼ天井640くらいなの、前半のところだって、うん、全部で425の42500円の、うん、200、300万くらいでしょ、うん、なんかパチンコとメダル合わせたら勝ってるけど、あ、そっか、ギリギリやね、ギリギリか、トントンぐらい、どうする、終わりするか、でももうちょい勝ちたいから、持ち玉遊戯でパチンコやろ、ガロ、これガロやばいやろ、負けなるで、あれ、何その弱気な、弱気ガロやろ、こんなできないの、ガロ終わってから俺一切出てないひたすら飲まれて、今やろ、いやでももっとまだ高み目指せんじゃないかなっていう、ね、もうちょい行こう、だってまだ4時やから、打つやりすぎ、まあ、何発とかで決めて打つのやったらいいんやね、どれくらい打っていいかさ、ざっくり、だから当日2000まで5000発くらい減るけど大丈夫、まあ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 いいんじゃない、2000ハマりってなったらもう打つ気なくすやろさすがに、前日578の当日1609なんで、あの2000以上ハマってます、これはちょっとなんか呼んでんじゃねえかってことで、あと400も2000もハマんないっしょっていう、じゃあ持ち玉18657発からいきまーす、でまあそんなにね300分の1で2000ハマりってないと思うんで、もう実質僕は言うタイムやと思ってます、この2000が、あと400回転で当たりますね、キーン、おっ
ーキングだ。あっつー、覚醒なんで、これマジ熱いね。さあこれで4内予告が2つ絡んだんで、めちゃめちゃ熱いっす。ついに来た1968、当ててやろう。おっしゃか、あるあるある、1968回転、普通だけどいける、いや、でこ、あっ、はい、翔ちゃん、どこ行くん？帰るよ。は？帰る。ちょちょ、おいでや。2000ハマり。当たらず。で、まあまあ、そんな気は。5000発飲まれたよ。はい。5000発。まあ、言ってた通りってことか。でも投資がさ、スロットパチンコ全部合わせて、1万600発やから、まあ、プラってんだけど、2000。俺もプラってるよ。え？俺1500枚入れとってたから。ちょいプラ？まあ、200枚ぐらいだと思うけど。当たるまで行ったら。あいつの最後見届ける？だって2000ってやばくない？ 0.2% ぐらいらしいで。500台に1台。浮いてる分はまあとりあえず絶対行こうよ。それは行くわ。まあ俺は信じてるから。もう一回やってくるわ。まあ、俺ちょっとうろうろして、良さげなAタイプとかを中心にちょっと。そうね。うん。ぐらいにしよっか。まあさすがにマイナスは、うん、俺もしたくないから。うん。で、最後、ガロより出たっつって、気持ちよく、終わろうか。3万発みたいな。みたいな。自分との戦いっすね、ここまで来たら。大丈夫。センターまでは全然当てる。ああ、まあ、頭来たわ。もういいわ。知らん。当たるまで行くわ、こいつ。こいつでやっちゃうまで。ほんと頭きたわ。まあいいか、お前。聞いとけよ、お前、ほんとに。俺らはな、勝ち逃げなんて絶対しないからな、お前。お前、当たるまで絶対突っ込んでやろ、お前。わかったか、お前。俺らはな、死ぬときは前髪なんだ、お前。ふっ。おーしょー。今日2回目かな。ユニコーン、ゾーラッ、本当に本当。あれやろね。もう余裕でマイナス息突入って感じ。そうね。2人合わせてもマイナス息ってこと。もうあいつはもう許す。やばい。やばいメッセージするな。でも出るからあいつは。とんでもないことある。なるからあいつは。なんかもう子供口もよく回ってないです。だってあれですよ。3000回転までに当たる確率って319 99.99% なんですよ。もう万が一ぐらいの確率なんです。今追い越しなんですけど、もう2900超えたんですよ。さすがに当たるべ。俺たちの船は前日と合わせて3000回転超えましたね。何を間違えたんだろう。もういいだろう、ユニコーン。頼むよ。来た、デバブル来た。やばいやばい、あるある。今レバブルカスタムなんで、シャル95%。きたー、当たったー。ありがとうございます。これできたー。2500
急回転、持ち玉4282玉、ここよ。まあ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 、ラストチャンス入れればいいんで。よっしゃ、マジでなかった、ほんとにマジ嬉しい。いやまだよ、こっから大逆転しよう。やっときた、こんなん入るに決まってんじゃん。絶対、お前絶対起きろよ、絶対行けよ。だ、今までマジで粘ってきた、こっから絶対まくる、来いよ。おい、マジで言ってんの、これはあかん。あー、マジ。お呼びですか。あるぞ。それすなわち、そういうことだ。もう今はちょっと気持ちを落ち着かせるわ。言葉にならん、頭がちょっとバカになったわ。まあまあ、でもそれはもうよう戦ったよ、気抜いたわ、うん、ちなみに何発あとあるとかある？4800発かな。え、マジで、うん、え、勝てるよ。え、俺今いいバーサス打ってんだ。であと1時間で1人頭600枚プラスすればいいんやろ。そうね、1156枚、マイナス。そっか、今やめたら500枚、だから600枚ぐらい出せばいいんや、ね、そうそう、先月と全く一緒ですね。閉店1時間前負け、ガロしかないね、ガロしかない。ユニコーンの負けはガロで取り返す。この前はマジでこっから3発出ました、出しに行くわ。いや、わかる、あ、出るなと思った今。じゃちょっと俺良さ VS 打ってるから、俺は600枚ちょっとプラス作るから、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一言言うとするとお疲れ様でしたなんですけど、もうほんとそうだね。僕じゃあちょっと結果を、はい、お願いします。投資がですね、はい、27本、はい、1242枚、うん、でもう僕ずっと剣してて、最後 EVS あるって、そうだね、言ってたね、でまくりに行くわっつって言っていったやん最後ね。あっこからハマって1回も当たらなくて600くらいハマって、マジか。でももう 花やるしかねえってなって、花も当たらずで、ごめんなさい、もう最終回収がですね416枚、1000枚ぐらい減らして最終的にマイナスの826枚ですね。まあ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 、まあ、結果言いますよ。数字結果お願いします。投資が 42,500円、それ変わらずね、はい、1625発、はい、たまで言うと、はい、ガロー打ったんですけど、はい、3D 保留、青リーチ、まあまあまあ、ライター緑、まあそりゃそりゃ赤、えは咲いてんか、え、嘘やろ、ちょっと待って、青保留よ、話変わってくるぞ、嘘やろ。発展、え、剣、え、発展しました、マジ、え、嘘やろ。 PFO じゃ出なかった、うん、タイトル、うん、青、まあまあそりゃそりゃ、アスモディ撃破、ガローズアイ、え、どっち、ちょっと待って、怖いんだった、緑だ、まあまあまあ、でもこの話し方って嘘やろ。外れました。いや、本気でドキドキしてた今。弾換算して回収が4600発、はい、なんで収支がマイナス6025発、2人のマイナス収支が2031枚。まあちょうど前回前々回で作ったプラスがなくなったぐらいなんで、うん、まあ全体的に考えるとそうでもないんですけど、そうね、へこみすぎなら良くないよね、うん、言うても2000枚かと、そう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 、うん、僕の中では、あ、パチンコってすごいやっぱり確率とか超越してくるんやなっていうのをしてくるね、改めて思った。2580ハマるということはやっぱりその逆も起こり得るわけで、むしろ僕は希望が持てたというか、なるほどね、ポジティブに言うとね、まあ、てぐらいちょっと今日はあの、まあ、練習も止まってしまいましたし、うん、朝はいい流れだったんですけど、まあ、まさかのちょっとそういう感じでなっちゃったんで、ね、一番やっちゃいけないって言われてるパターンぐらいよね、もう先に出して負けるみたいなさ、上げて下げるみたいなね、じゃあ帰れよって話になるからね、そうなんだよ。
チェリーコーン、まあ、覚えとけ本当に。ちょっとマジでいい。まだ打つ。まだ打つつもり。あいつ俺許してないからな。本当に。約1600くらい打ったんですよ。俺も1000はめてるから。そうだね。溜まってる。もうこれ以上ないぐらいしゃがんでるからもう飛ぶしかないの。まだ敵ができたって感じだね。できた。ユニコーンはもう宿敵やね。そうね、ライバルだね。とりあえずでも次はね、もうしっかり勝ちたいね。プラマイゼロぐらいになってるはずやから。勝ちたいね。なんでまあ。恩返しをしよう。まあガロという相性がいいのを見つけたと思いきや、うん、ユニコーンという敵が現れ、うん、まあ一言言えるとしたら本当にパチンコパチスロっていいもんですね。楽しいな。結果そうなるよな。なかなかさ、俺ら大人になってさ振り回されるものなんてあんまりないやん、うん、まあ女性ぐらいか振り回されるものっつったら、あるとすればね、あるとすれば女性とパチンコぐらいよ、アラサーを振り回してくれるのは、ね、でもやっぱね、汁出るのはパチンコしかないよ。そうね、振り回しされつつ汁も出してくれるっていうね。捕まれたね、心臓今日は。まあ、女性は違う汁出してくれるけどな。ちょっと次回、気を引き締めて頑張っていこうと思いますので、また次週見ていただければと思います。ジャスケさん、ほんと疲れてます今日。ユニコーン。ようやったな。